里崎チャンネル。ジョブ。こんにちは。なんかめっちゃ言葉しますね。いやちょっとあの意識してきました今日。誰意識ですか。あの高木豊チャンネルの、はい、あの方をちょっと意識してきました今日。噂の、はい、マドンナでしたっけ。はい、マドンナって言われていらっしゃるんですか。いや勝手に言ってました。全然笑ってくれないですけど。全然笑ってくれないですけど。本人が目の前にいらっしゃる。笑ってくれないのが一番きついですよ ね、 すね。冗談で言ったのにね、はい、流されるって。でもいつもね、鎖骨とかがすごい綺麗だなと思って、うん、これ脱げばいいじゃないですか。いやいや、これくっついてるんですよ。これとかニット一緒セットなんです。それ脱いだら、それ脱いでこれだけでもよかったんです。いやいやいや、これこういうデザインですか。いや、多分大丈夫ですよ。大丈夫ですか。これ中入れて、これだけで、うん、いやじゃあ頑張ってみようかな今度。おそうですね。来年2020期待ですね。はい、はい、あ、はい、誰意識を聞いてください。誰意識ですか。ヒューガー浩次郎さん。そうなんですか。タイガーショットです。これね、あのね、はい、私意識って言ってくれると思ったんですよ。はい、私の肩出しスタイルこっちだったじゃないですか。ああ、いやいや、ヒューガー浩次郎さん。そっちか。ヒューガー浩次郎知ってんですか。名前は知ってますよ、ちゃんと。はい、バイトしてて、小学生でもバイトしてて、はいはい、見てないですけど、アニメは。タイガーショットって。これで行くんですか。下ろして、はい、私はこれでね、行きます、はい、今日は。今回はですね、はいはい、2019年、はい、まあ、今年で、はい、まあ、残念ながらですけどプロ野球を引退した選手の中で、はい、まあ、僕もあの対戦経験がある選手について語りたいと思います、はい、おー、ということは対戦した時のこう思い出とか。そうですね。そういういろいろ内裏話とか。裏話とか、はい、多いですね。だからまあ、はい、まあ、2019年ね、はい、毎月引退したのまず、まあ、チームメイトでしたけど、はい、今ですね。おお、そうですね、元でチームメイトでしたね。そうですね。だからまあ今年はね、まあ、目の病気もあったりして、はい、まあ多分能力的にはまだできたと思うんですよね。そうですね、まあ、でもまあいろんな面もあって、まあそれで育成コーチに、うん、まあ、楽天に残ることになって、はい、まあ良かったなと思いますけど、はい、やっぱゴリはですね、うん、最初入ってきた時、まあ、25番だったんですけど、はい、正直そんなここまでになるとは思わなかったですね。なんでですか。の見た感じ。見た感じ。でも最初は本当に別にそんな感じだったんですよ。はい、別に体すごいでかくなりましたけど、はい、そんな体も別に、まあ、背とか、まあ、厚みはありましたけど、そんな別にでっかい感じもなかったし、はい、でも、まあ、それまで初芝さんがね、持ってたサードやってましたけど、はい、それを、まあ、ボビーがね、新しいチームにグラッと帰っていくときに、はい、今井と西岡を両方三遊間で使って、はい、まあ、この二人がね、スターダムのし上がっていったんですけど、だから、だから今の最初ずっと9番でしたもんね。はい、だから僕8番打ってたらいつも今後ろにいたりしながら、でも結構何気に、まあ、最初はでもね、我慢して使ったっすね、ボビーがね、うん、でもそこを我慢して使った結果、大きく羽ばたけたっていうのもあるし、はい、多分ロッテの風土があったと思うんですよ、はい、緩い、うん、だから若く出てきても何かに押し潰されることもないし、誰かが何かこうやってこうやってやることもなかったから、はい、まあ一線をね守ってさえすれば、うん、まあ、自由にできた風土も良かったと思うし、はい、でも動きは結構サードの動き良かったですね、守備も上手かったですもんね。そうですか、はい、うん、でもまあ福浦さんのねこのディフェンス力があって、はい、早急にあんまり意識しなくて良かったっていうところも今井にとっては助かったと思うんですよね、うん、だから晩年福浦さんがファーストじゃなかった時のちょっと制球が乱れ方具合はちょっと半端なかったやっぱ福浦さんの安心感でゴリの守備力がかなり上がったっていうのもあるし、あとあいつはね守備でも出足とかいいから、うん、バンドのチャージとか思い切って出てくるところの思い切り感はすごい良かったですね、はい、だからそういったところはバッティングでもね、はい、思い切りっていうのは生かされてるし、いやすごい勝負強いバッティングだったじゃないですか。そうそうそう、いいところでもね、はい、日本シリーズ、うん、8打席連続ヒットだったかな、はい、とか打ったり、はい、まあ、その中でもセウキーとか絡めながらですからね、うんうん、だからまあ本人が言うには2005年より2010年の優勝の方が日本一の方が嬉しかったらしいんですよね。だから2005年はどっちかっていうと先輩方についていって、はい、必死だってついていって、まあ、なったところもあるけど、2010年はまあ自分が中心として慣れたところもあるんで、はい、そういったところでは2010年の方が嬉しかったって言ったんですけど、2005年のプレーオフの時も、はい、最後リーグ優勝を決める第5戦も、うん、今井セカンド守ってましたからね。あ、うんうん、人がいなくなって、はい、八幡さんサードで今井セカンドで、はい、で
あれ誰かの柴原さんかなんかのショーフライをスライディングしながらキャッチしながら撮ってきたんですけど、はい、おこいつなんでもできるなって思いながら、だからまあロッテにまあわかんないけど、ロッテにずっといたら2000本いけたんちゃうかなって正直思ってるです、まあ、言えばミスターロッテって言われた存在でしたもんね、うんうん、私もその頃すごく好きで、私としては楽天に来てくださったのすごく嬉しかったんですけど、うん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 、まあでもそう思う方もやっぱりいらっしゃるんでしょうね。だからまあ何が良かったか分かんないですけど、うん、まあその目の感じもストレス性っていうことも聞くし、はい、やっぱその単身でいるとね、うん、そのまあリズムが崩れたりとか、はい、いろいろ難しかったこともあるだろうし、そのやっぱり楽天で競争になって、まあ今もちょっとこう落ち気味だった時だったから、はい、そのポジションを確約されてるわけでもないし、うん、でもその後のロッテの選手たちの状況を見てると、はい、ロッテにいたらレギュラーでずっと出たんちゃうかなっていうところもあって、まあ確かにお金の面とかいろんな面でマイナスだったかもわかんないけど、はい、まあ足られば言っても仕方ないけど、そうですね、俺はロッテにいたら2000もいけたんちゃうかなって、それぐらいの能力あったんじゃないのかなっていうところは率直に後輩ながら思いますけど、はい、まあまあロッテがね、2回も日本一になれたのも、はい、前の力も大きいし、はい、そういった面ではね、まあ僕はこんなこと言うんじゃわけ言うあれでもないけど、よく頑張ったなと思いますね。いやー、私ね、すごい今井選手好きだったんですよね、かっこいいですよね。かっこいいかどうかわかんないけど、かっこいいですよ、はい、僕でもね、楽天行ってゴリは成長したところが一つあると思うんですよ、ね、なんですか。これは客観的な面なんですけど、はいはい、僕はもうちょっとゴリにそこを成長してほしいなと思ったのは、はい、やっぱりロッテにいる時はその自分のことが最優先みたいに見えたんですよね。だからその僕が見た感じだね、はい、だからチームが勝つ負けるよりも自分が活躍できるかできない方を重きに置きすぎてるなっていう、はい、まあでもそれは誰でもそうだから最初のうちはそうでもいいんですけど、はい、ある年齢だって中心になってくると、はい、その自分が成績出せなくてもチームが勝つことの喜び、で自分が結果よくてもチームが負けたことへの悔しさをもうちょっと出してもいいのになっていうところ、うん、なんか自分の好不調でちょっと波あるなっていうところはね、はい、もうちょっとこのリーダーとしてのこう、うん、っていうところでキャプテンにした方がいいんじゃないのとかって言ってキャプテンにしたっすけど、はい、そこが僕の身からすると、うん、あんまり変わらないのかなと思ったっすけど、でもその代わり楽天行った時に、はい、その自覚リーダー的な、はい、あとはベテランになってその、うん、勝つことへの大事さ、自分が活躍するのはもちろんだけど、活躍しなくてもチームは勝つ、周りを生かすっていうところを僕は楽でいってすごい成長したんちゃうかなって客観的に見て思うんですよ、はいはい、だから僕そういった面では人間的にもその今後指導者の面でも僕は楽天に行ったことによってのそういう自覚とか感じ方とか、はい、まあこれはロッテに行っても年齢を重ねれば出たのかも分かんないですけど、はい、まあその僕は楽天に行ってそういったところが見えたんで客観的にね、なんかプレーで見えたんですか。プレーとか姿勢とか、あとは周りの人の感じとか話とか、はい、いろいろ総合して客観的なものをつけていくと、はい、それがすごい見えたんですよ、客観的に、だから僕は人間的に楽天行ってゴルは一つも二つも完璧で成長したから、そういった面ではすごい良かったんちゃうかなって今後の人生に向けて。そうなんですね、はい、だからそういったところでは楽天移籍も本人にとったら僕はいい成長だったんじゃないのかなと思って、まあでもよく頑張ったですね。楽天来て、楽天ってヒゲが禁止だったんですよ、はい、あのヒゲを剃ったんですよ、トレードマークのゴリはね、はい、ここがちょっと割れてるんですよ。そうなんですか。それがすごいコンプレックスらしいんですよ。そうなんです、ね、だからヒゲ生やしてるんですよ。なんかヒゲを剃ってもう裸を見られてるような気分だって言ってましたもん。ヒゲずっと生やしてる人ってそういう感覚なんだと思ってあるかも分かんないですね、はい、もう恥ずかしくてしょうがないみたいな。でそれでやっぱそういうこともあって、その次の年ぐらいに楽天は規則を変えて、そのもじゃもじゃとかはダメですけど、綺麗に生やすんだったらヒゲオッケーにしたんですよ。なんか多分今井選手去年はこうそんなにごっつりじゃないですけど、綺麗にヒゲ生やしてたと思うんですよね。そういうちょっと今井選手の影響もありました。まあ整えてるんだったらいいんじゃないですか僕は ね、 ね、私もそう思います。別にね、不潔じゃなかったらね。一緒にゴルフしてましたね。はい、昨日ですね。なんかツイートで見ました。そうそう、年一でコンペがあるんですよ、はい、ああそれで行ってました、はい、いつ氷あるんですね、はい、普通にありました。ただ表だって言わないだけでね、はい、まだコーチですからね、これはね。そうそう、頑張ってほしいですね、はいはいはい、あとはですね、はい、中後ろですね、はい、これは最後はでアメリカまで行ってチャレンジして、まあ、もう少しのところでメジャー行けなくて、はい、で、まあ、DeNA 来てで、まあね、引退することになりましたけど、なんか球団には残るらしいですけど。そうなんですね、はあ、でも中後ろもね、うん、入ってきた時は本当に、はい、仙台で開幕戦、はい、その時開幕5連勝したのかな、はい、ロッテが、はい、その時に
あの土壇場の満塁ぐらい出てきて、はい、長すぎて、うん、あの藤岡の後、はい、ドラフト1位とかその時、はい、藤岡の後中尾が出てきて、はい、内村だったかな、あの空振りして足当たったと思うんだよ、スライダーが、はい、で最後は多分左バッターだったと思うんだけど、はい、あのそれを三振取って無失点で抑えて勝ちにつなげたんだけど、はい、最初来た時これげつないなと思って、はい、あのでもやっぱ球の質は良かったんだけど、はい、結局コントロール悪かったね、うん、そのストライクとボールさえ投げ分けれたらいいんだけど、そのストライクとボールを投げ分けれなかったのがもったいなかったし、はい、でこれはあれいつだったかな、もう中後がもう俺が引退する間際かなんかの時に、うん、こいだってもう良かったからプロ野球に入ってきたわけで、はい、でもこんな感じだったら入れてきてないのに、アマチュア時代となんか違うんちゃうかと思って、アマチュア時代のフォームあフォームが違うの違うの、はい、ちゃうかと思って、はいはい、めっちゃ調べて、俺資料集めて、はい、そしたら、うん、やっぱ違うかったんだよね、はい、そのプロ入ってきて腕があいつ左にされたけどどんどん下がってきて横から出そうと思って、はいはい、でもアマチュアの時って若干高かったんだよね、うん、多分若干高かったことによって制球力をつけられたのに、はいはい、下がって曲げようとか、はい、変則に投げようっていう意識が強かったのか、そうやってやれって言われたのか分かんないですけど、はい、それによって全てが乱れてたんですよ、はい、ホームが全然ちゃうやんホームと思って、うん、今やってるのと、はい、でこれに戻したらいけんちゃうと思ったけど、はい、俺はコーチじゃないし、はい、であの近くにいなかったから、うん、まあ何ともできなかったんですけど、はい、あれはもったいなかったですね。あ、じゃあ本人にも伝えなかったんですか、それは。伝えなかったです。なんかそこまで資料まで集めて確かめたならなんか言ってる機会がなかったですね。そっか、うん、会う機会もなかったわけですね、うん、だから俺はコーチがそれしなきゃいけないんちゃうかと思って、だから俺はアマチュア入ってきて崩れていく選手はアマチュア時代とどう違うかまず原点帰った方がいいんですよ。だってアマチュア時代に良かったから入ってきてるわけで、はい、でそれで全然違うかったから、いやこのフォームの方が全然いいやと思って、そういったところはもったいなかったし、はい、そういったところをピッチングコーチとかにも見てあげてほしかったなって正直思いましたね、はい、だからまあポテンシャルあったのにね、はい、まあ、まあでもね、あのアメリカも挑戦して、うん、まあ、人生としてはいろんな経験できたんちゃうかっていうね、うんうんうん、よかったってことですよね、いろんな経験をして。そうですね、うん、でも惜しかったな、俺はもうちょっと早く、だから俺コーチだったらいけてたな、おー、そう一人にかかってらんないじゃないですか。そうですね、キャラクターだから、はい、ここを見とかなきゃ、自分のこともしなきゃいけないし、うん、っていうところで、まあ、調べはしたけどそこから先に進めなかったのは、うん、まあまあ本人にとったらかわいそうだったからもしれないですけど、うん、コーチじゃないんで、はい、そこまでの自分的にも時間もなかったんちゃうかなっていうね。ピッチャーもすごい人数いるわけですからね、うん、だからもったいなかったですね。だから俺はコーチだったらいいけどと思う、俺は中尾さん。佐藤さんの話聞いてると、佐藤さんってもうコーチでも監督でもなんか球団内部の人でもなんか何でもできそうですね。何でも嫌なんでねじゃあ、 はい、次ロッテ以外、はい、日本ハム田中圭介ですね。お、田中選手。田中圭介なんか来年スペシャルアドバイザーになるらしくて、日本ハム肩書き一緒っていう、あれ佐藤さん今スペシャルアドバイザーアドバイザーなんですか。そうそうそう、アドバイスしてるんですか。営業面ね、へえ、スポンサーさんの対応だったり、はい、スポンサーさんのイベント行ったりとか、そういう営業面です。あとファンの人とね、あの解説期観戦プランあったりとか、はい、だから田中圭介何しようか知らないけど、うんうんうん、でもまああの本当に全盛期のね、日本ハム札幌、はい、ね、北海道行って、うん、その日本ハムがガーッて強くなった時の、はい、もうね不動のセカンドレギュラーですからね、うん、でまあメジャーにも挑戦して、はい、でも視聴率と田中健介の一番嫌やったな、足も絡めてくるし、はい、小技も効くし、でバンドもめちゃくちゃうまいし、エンドランとか足も絡めることもあるし、なんて言っても守備範囲も広かったし、はい、抜ける当たりがヒットにならなかったりとか、そのなんかで三振しないんですよね、あんまりバットに当たる能力うまいから、そういったところではだからその後稲葉さんとか関ノールとかにつな、小山とかにつながっていく、あの一番の飛距離田中健介は本当苦労したですね。なんか私イメージで今ちょっとおいくつかちょっと確かなのかあれわかんないんですけど、その、まあ、この今シーズン活躍そんなに注目して見てたわけではないですけど、なんかまだまだできそうだなってイメージがすごくあるんですよね。まあ、代打とかね、はい、こうお助け番的に、うん、でも、まあ、まだまだできるって思われてるうちに引退する選手は、僕はその選択が別だと思うんですよ。あ、そっか、はい、言ってましたね、去り際も大事って言ってましたもんね、まあ、僕はね、うん、だから、まあ、まだやるってことはできるかもわかんないですけど、はい、でも本当にあの一発のパッチ力もあったし、はい、ケンスケよかったな
味方だったら嬉しいやろなっていうね。あーチームメイトやりたかったぐらいの。だからその、うん、いやびっくりしたものはないかもわかんないですけど、そつなく全てのことを熱いパワーバランスでできるっていうのは、うん、だから堅実性あったんですよね、うん、ケースがミスしたら仕方ないみたいなね、うん、感じはありましたけど、はい、いやいい選手だったな。2軍にいたな俺入った時も最初2軍の時そんなにって感じだったけど、やっぱいいキッチングってから結構あったね。でもあの時のね、だからやっぱりその北海道にねハムが根付くきっかけになった選手の一人でもあるから、はい、功績は大きいですよね、うん、チームとしてもね、はい、まあ、だからこそスペシャルアドバイザーになってるわけですからね。でもアメリカにも行って経験してね、はい、そういったところを今後にも生かしてほしいですよね、うん、はい、でまあ、次がですね、はい、セリーグ行きましょうか。はい、行きましょう。ヤクルト畠山です。畠山選手、畠山も2軍で僕結構一緒にやってたんですよ、はい、戸田と浦和で、はい、2軍の時も結構打つのはえげつなかったですけどね。なんか人、僕も人のこと言えないですけど、ヘンテコなフォームでねそうなんですか、はい、僕人のこと言えないですけど、はい、いやめちゃくちゃこいつすごいなと思いましたもんね。その、まあ、年下でしたけど、どういうところが、いやパホームランも打つすもパンチ力あったっすよ、うんうんうん、なんか石巻出身らしいですね。花巻ね、はい、だから、ね、いわばね、はい、あの大谷とか、あ、そうですね、でも郵政とか北上高校って書いてあったかな、はい、仙台ね、はい、はい、地元が一緒ってことでしょ。そう、ん、地元一緒じゃない、花巻じゃない、誰が大谷とか、あ、花巻市だと思います、ね、はい、東北もいい選手やっぱいるっすね。多いです ね岩手県、菊池雄星投手もそうですからね、花巻東っていう、しかもあの2015年だったかな、ヤクルトが優勝した時は、はい、あの時もね、めっちゃ活躍してて、うん、まあ、タイトルも打点もね、はい、その年かどうか忘れたけど取って、はい、だからファームの時もすごいなと思ったけど、本当にすごくなったですね。うーん、あのパンチ力はえげつなかったですね、はい、だってタイトル取ってるんですよね。そう、うん、でそういったところでしっかり育ててね、はい、なったっていうところで、まあ畠山、まあ、よう頑張ったっていうか、すごくなったな、一緒にやってたのにな、ファームで浦和とかで、すごいしみじみですあの頃、みんなで一緒にしてて頑張ってたやつが、なんか親みたいですね。だからやっぱりその僕も2軍長かったんで、はい、その時になんか浦和で一緒にやってた人たちは、はい、とか戸田とかその2軍イースタンで、うん、なんかこう感慨深いですよね、はい、田中圭介もそうだし、うん、だってあのドラゴンズって和田さんも背番号5でキャッチャーやってましたからね、はい、僕は入った時、え、キャッチャーその頃やってたんですか。そうそうそう、で伊藤さんと中島さんいたから出られへんから野手転向して、はい、だから入団した時いましたからね。キャッチャーのイメージ全然ないですね、うん、有名どころにも結構いましたよ、うん、他のチームも、はい、でも本当にその頃一緒にやってた方々が今こう引退になってる、うん、なんか本当にそういう今時期ですね。まあ僕にちょっと年下なんで、まあまあ順番ですけどね、はい、こう時代の流れ感じますよ。出てくる人がいれば去らなきゃいけないですからね。そうです、うん、みんな入ってきたらパンパンになっちゃってですからね。あとピッチャーで立山ですね。はあ、そうです、立山さん。いや本当は交流戦とか対戦しましたけど、はい、本当にもう7色の変化球かっていうぐらい、ほぼまっすぐないぐらいのね、どっちに曲がるかわからんところで切れもあるし、はい、絞りづらかったですね、はい、対戦してても落ちるし曲げれるし、でまっすぐの力あったし、はい、でなんか手の長さ感じてすごいなんか球持ちいいから、はい、差し込まれるイメージもあったですね。でしかも7回ぐらい手術してるのかな、結構手術しててそんなに、はあ、だからカムバックショートも取ったりしながらタイトルも取って、はい、だからその怪我のね復活劇もすごいし、だからリハビリとかの額もすごいし、だからそういったところはね今後そのまあ怪我しないで行けばねいいですけど、怪我した選手をしっかりケアできたりとか、うん、その怪我した選手のそのリハビリのカムバックの仕方とかっていうのを、はい、そのまあプロもそうだけどアマチュア球界とか、はい、いろんな人に情報発信して、うん、その怪我した人たちのその支えとかになれたらね、うん、いいんちゃうかなと思いますけど、コーチになるとかそういう話でもなるんじゃないですか、いいんじゃないですかね。ああでもなんかやっぱりそのなったとしても、うん、まあ、コーチになってもならなくても、やっぱいろんなところで、そういう経験って、まあ、やらない方がいい、その怪我なんてしない方がいいですけど、したことで復活したことの、そういうのって、やっぱり生きた財産じゃないですか、うん、それをいろんな人の助けになれば、それってすごいいいことだから、うん、そうですね、そういったところが役に立ってもらいたいなっていうものもあるし、はい、でも、あれ、そういうのあんな体でちょっとサイドってめっちゃ曲がってたもんな俺、打つの必死だったもんな、食らいついてたもんね、曲がるから
思い出してしみじみですね、うん、対戦したな交流戦、うん、でも交流戦対戦したけど神宮いい思い出しかないかな俺そうだ神宮大体ねそう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 いい思い出が全部神宮でしたもんね、そう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 、でもそう考えると石川はねまだ頑張ってるっていうのもすごいですよね、はい、そうですね、まあ、でも石川も頑張って200勝になってもらいたいですけどね、うん、まだまだ引退するのも早いしね、立山さんから打ったんですか、ヒットは打ったんです、あヒットは、はい、タイムリーね、はい、フォークなんかこんなバット投げながらこうやってへー、はい、でもいいところは覚えてるんですけど、はい、あの打ち取られたのもいっぱいあると思うんですけどそうですね、はい、あとはね、はい、オリックスの岸田さん、まあはい、もう、まあ、引退しますけど、うん、あの最初先発だったんかな、なんか先発の時はあんまりといいの思わなかったけど、はい、抑えになってからのコントロールがやばいぐらい良かったんですよ、へでなんかこれくらいって言って、はい、なんか手小さくまとめて、はい、キレのあるストレート変化球でコントロール良かって、はい、抑えの時は本当になんかボールと思うやつがストライクだったりとか、本当にあの細かかったですね、うん、その制球力が、はい、だからもう何かに絞っていかないと、四隅投げてくるからストライクゾーンワイドに使うし、はい、そういったところでは本当になんか厄介だったですね、岸田の抑えも、なんかとてつもない球があるかちょっとあるわけじゃないけど、はい、このなんですかね、平均値っていうか高かったですね、うんうん、これがっていうんですけど、ガーン高くてコントロール良くて、変化球もストレートも変化球あのコントロール良かったし、岸田かって感じだった岸田出てきたかーってことですね、回ってくるなどうするかみたいなへえ感じだったんですけど、うん、あのもうそうやって言ってるってことは僕もおっさんですね思い出してしみじみといやまあそうやってね、まあ、そうやってまあ消えていくっていうかやめていく人がいるから、まあ、佐々木朗希とか奥川とか森下とか、うんまあ、今年の新しい選手も入ってくるし、うんまあ、またその選手たちがねどうなるか期待するとともに、はい、まああの今回はしみじみ去りゆく選手たちのことを語っていました、はいまあ、本当にいい選手たちがまた引退されていたんだなってね、うんうん、今聞いてすごく思いました、だからまあねまだ人生終わったわけじゃないんで、はい、もうね野球界発展のために頑張ってもらいたいですね、はいはいまあ、ひとまずお疲れ様ですね、そうですね、はい、お疲れ様でした、はい。